酸化エルビウムは、ランタノイド金属であるエルビウムから合成される。1843年に、カールグスタフ・モサンデルにより、部分的に分離され、1905年に、ジョルジュ・ユルバンとチャールズ・ジェームスにより初めて純粋な、形で得られた。ピンク色で、立方症構造をとる。特定の条件下では、酸化エルビウムは六角形の構造をとることもある。エルビウムは、 容易に燃焼し、酸化エルビウムを形成する。酸化エルビウムの形成は、反応4 e r 3 o 2に e r 2 o 3に、よりされる。水に不要で抗酸に可用である。大気から水分と二酸化炭素を容易に吸収する。酸と反応して対応する、エルビウム塩を形成する。例えば、塩酸の場合、酸化物は e r 2 o 3 6 h c l 2ークル酸 3H2O という反応に従って、塩カエルビウムを形成する。酸カエルビウムの興味深い特性の一つは、光子をアップコンバートする能力である。光子アップコンバージョンは、紫外線や可視光など低いエネルギーの光が、エネルギーの複数の移動、または吸収を介して、紫外線や紫の光に変換される時に起こる。 酸化エルビウムのナノ粒子もホトルミネセンスの特性を持っている。酸化エルビウムのナノ粒子は多層カーボンナノチューブの存在下で超音波を適用することにより形成することができる。超音波を使用してうまく作成された酸化エルビウムのナノ粒子は六角形及び球形である。超音波により形成された酸化エルビウムは水中で379ナノメートルの冷気化の 電磁スペクトルの可視光領域でフォトルミネセンスである。六角形の酸化エルビウムのフォトルミネセンスは、長寿命でより高いエネルギー繊維が可能である。球形に酸化エルビウムは、4S3-2 から 4I15-2 のエネルギー繊維をしない。酸化エルビウムの用途は、電気的、光学的、フォトルミネセンスの特性により変化する。ER3 をドープした。 ナノスケール材料は、粒子の大きさに依存する特別な光学的及び電気的特性を持っているため非常に関心が高い。酸化イルミウムをドープしたナノ粒子材料は、ディスプレイモニターなどのディスプレイの目的でガラス、またはプラスチックに分散させることができる。カーボンナノチューブの水溶液中で超音波で、形成された形状と組み合わされたナノ粒子のホスト、 結晶合子における ER3 電子繊維の分光学はグリーン化学におけるフォトルミネセンスのナノ粒子の合成で大きな関心を持たれている。酸化エルビウムは生物医学で使用される最も重要な気取類金属の一つである。カーボンナノチューブ状の酸化エルビウムのナノ粒子のフォトルミネセンス特性は生物医学的応用において有用である。例えば、 酸化エルビウムのナノ粒子は、バイオイメージング用の水性媒体及び、非水性媒体に分配するために表面が収縮される。有電率が高く、バンドギャップが大きいため、半導体デバイスのゲート油電体としても使用される。エルビウムは、ガラスの着色剤として使用されることがあり、酸化エルビウムは、核燃料の可燃性中性子毒としても使用できる。ありがとうございます。